はい、今日はですね、ちょっと車で懸垂を迎えに参りました。真島タクシーでございます。真島タクシーがちょうど今到着いたしまして、まあ、そろそろ懸垂が到着するのではないかなと思いつつ、ここ渋谷にて懸垂を待ちわびているところでございます。でそろそろ来るはずなんですけどね、さっきもう近くだって言ってたので、なかなか来ませんね。来ないパターンですかね。で、来ないパターンっていうのがあるんですかね。どこだろう。もう近くだって言ってたんだけどな。来ました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 。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、うんちゃん、はい、これで赤坂まで行ってくれ。あ、マジですか。任せてください。赤坂ですね。割と時間ないからちょっと急いで行ってくれ。はい、わかりました。じゃあこの位置でいい。はい、飲んでなくて行ってくれ。あ、はい。じゃあ出発いたします。そうそう、赤信号に捕まりましたけどね。そういう人生だよな。本当に出た瞬間ですよ。いや、少し立ち止まって、はい、周りの景色を見渡してみましょうっていうのを、人生のね、焦る時とかにね。少し立ち止まって周りを見てみてください。今見えないものが見えてきます。はい、というわけで渋谷駅が見えております。ね、怖い。K2 の近くか。そうですね、すぐそこですもんね、K2。 懐かしいですね。近くでもある。ああ、ママの近くでもある。確かにいろんなものが近いですね。言われればこっちはこの辺り、はい、割とゆかりがあるんだね。そういうことですね。ちょうどね、まっすぐちょっと入ったところに、おかゆの専門店がありまして。おかゆの専門店。おかゆの専門店だから中国がゆとかそういうのの専門店があってね。へー。で、そこ朝とかいいですよ。朝というか、まあ、散々朝までかかって、朝までかかってちょっと寝て、はい、ふっと起きた時とか、はい、胃が辛いなっていう時には、なるほど、おかゆの専門店なんていうのが。へー、そんなのがあるんですね。いいですね。なんかでもさすがに結構車多いですね。多いね。まあ連休も明けまして、みんな働いてるんですね。動いてるんですよ。ここがこの明治通りのところがね、これが右折できないのが結構めんどくさいんだよ。あ、そっか、そうですよね。ここ右折できないんですよね。っていうか結構ありますよね、都内。何気に僕渋谷の新南口が割と好きで。そうなんですか。そうなんですか。この界隈は割と、はい、なんていうかな、そのセンター街とかに比べると人がいないじゃない、はい、あ、まあ、はい、いるんだけれども、そっちに比べればごちゃごちゃっとしてない分、はい、渋谷でっていうふうに言われた時になるべくセンター街とか避けて、はい、新南口の方を指定する。あ、そうなんですね。結構歩くんだけどね、そういう場所で。あ、確かに。まあでもこっちは空いてますもんね。次の用事がどこどこっていうので結構歩くね。めんどくさいから大概その新南口から、はい、まあ、その皆さん分かると思うけどさ、 JR とかって、はい、いっぺん入って違う出口から出ようとすると入場料がかかるじゃない。あ、通り抜けてできなかったですよ、ね。はいはい、だから入場料払ってでも僕はそこまでしてでも新南口で。確かに言われてみれば、ゲンスと待ち合わせした時に新南口多かった気がしますね。確かに。なんかね、ちなみにその、はい、名古屋のやぶやっていう、やぶや、味噌とんちゃんとか、はい、炭塩たん、まあ、そういう七輪焼きとかがね、はいはいはい、割と美味しいとんちゃんのお店がありまして、はい、わりかしその打ち上げとかに使われるんですよ。
へー、割と貸し切りにできるような店だったんで、割とそのね、あの、まあ、知ってる人は知ってると思う、ダイヤモンドホールの裏に、裏手にありまして、すごいちっちゃいのが今ないと思うんだけど、確か、あ、もうないんですか、もうなく、あそこは確か閉まったんじゃないかな、あ、そうなんですか、すごいちっちゃい、やぶやって言ったらみんな今池とか、はいはい、あの栄の方のやぶやっていうのを多分今名古屋の皆さんは連想してると思うんだけど、新栄にすごいちっちゃいのがあったんだよ、はあ、しかもダイヤモンドホールの裏手側に、そうなんですね、住宅街の中にポツンと、へえ、で、そこで、はい、割と狭いから打ち上げによく使っていたのね、はい、でしかも働いてる人も少ないから、はい、もう注文してから出てくるのにすっげー時間かかるんですよあのビールおかわりもらっとくねっていう風にあ、なるほどもうリッターたちが動くっていうあのこれもう僕らやるんでお皿どこって感じのちゃんじゃとかはもうどこっていうこれぐらいでいいと適当やっといてくださいっていうすごいですねそれ本当に、まあ結構身内っぽい感じだ、あー、それの、はい、実は、渋谷店がですね、そして南口のちょっと恵比寿寄りのところにあるんだよ、あ、そうなんですか、渋谷店っていう形で、へえ。しかもその渋谷店の店長が、はい、その新栄店の人なんだよ、え、じゃあ知り合いなんですね、知り合いだよ、知り合いだよって、知り合いだよっていうか、まあまあよく行ってたところだからさ、はあ、でも僕何にも言わずに、はい、あの東京でね、はい、ポツンとそこに普通に飲みに行ったことがあって、あ、はいはいはい、もうそれも10年ぐらい前かな、うん、で、はい、で向こうもああっていうふうに思いながらも、え、なんでいるんだっていうふうにですよね、なんか急に感覚が戻った感じになって、はいはいはい、あーと挨拶はしたんだけど、あれってどうしてこちらいらっしゃるんですかそうだったんですね、いるんだよ、すごい偶然ですね、うん、まあ確かにさ、なんていうのかな、なんかこういろんなことをして、まあ年重ねていくとさ、はい、馴染みの店っていうのは多くなってくるじゃない、はいはいはい、してもで、得てして現場とかがさ、はい、ずっとそこ毎日のように行かなきゃいけないところとか、はい、あのリハーサルとかでね、はいはい、っていう風になると、もうその近くの定食屋さんっていうかさ、はいはいはい、もうお決まりのところが生まれてくるじゃない、そうですね、やっぱりそういうのがあるから、はい、まあ、新栄もそうなんだけど CBC 近くっていうのは、はい、で今から行く赤坂もそうだよ、 TBS 周りっていうのはさ、はい、やっぱりそのもうお決まりの店っていうのがあるわけさ、なるほど、で結構美味しいんだよやっぱりそういう店って、ああやっぱそうなんですね、お決まりの店にされるから、はい、そんまずくても手軽な店は結構サインがいっぱいです、もう手軽な店って大事だからね、そうですよね、街中に行けば行くほど大事なんだよ、そうですよね、本当に5、600円で食べれるよ、ああ、もう時間ないからあそこにしよう、そうですね、まず時間早く出てくるっていうのが大事ですよね、そう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 、確かね CBC の裏手にもね、はい、よく CBC でやると、はい、あのステーキ丼の弁当みたいなのが出てくる、その松坂牛かなんかのお店が、そうなんですか、でそこの仕出しで出してるステーキ丼みたいな弁当がね、はい、これがいいんですよ、すごくいいですか、美味しいんだよ、うわでもそれってなんかね、はい、なんか僕らみたいにレギュラーでやってる人間にはねあんまり出てこないんだよそれは、あ、そうなんですかなんか特別なゲストが、はい、とか、はい、そういうお客様が、はい、あの収録等々でいらっしゃる時とか、はい、わりかしねそこのちょっと見え張ってそういうところの弁当が仕出しで使われるあ、そうなんですか、じゃあそんなにその存在は知っててもあんまりお目にかかってないってことですか、お目にかからない、だから多分、はい、ドラマとかそういうのでもさ、はい、あのインタビューとかで、何か名古屋来ておいしいもの食べましたかっていうと、そのステーキ弁当の話とかで出たりするんだよね、あーっていう時のためようにあれは仕出しされてるんだろうなって、あ、いいもん食べてるんだなやっぱりっていう、なるほど、友禅のスパゲティじゃないのかフェラーリですですね、フェラーリですよ、フェラーリ中金貼っとくか
っていう気持ちになるんだろうな、駐勤の仕事してると。そうですよね。まあでも多分フェラーリ乗ってる人間には多分駐勤とかそんなに痛くないんでしょうね。でしょ、はい、免許なくなったら痛いだろう。あ、免許なくなったら痛いですけど、フェラーリだろうが。そうですね。でフェラーリってさ、はい、あのバックギアでも、はいはい、バックギアで140キロだ、130キロかそこらまで出せる。そんなに出るんですか、バックで。ってことはあの高速とかでオービスとか、はいはいはい、まあ、オービス逆走とは言わないとか、後ろ向きで走ったとして、はい、でオービスで捕まることができるわけです。そういうことですね、バックギアで。高速じゃなかったかな、高速じゃなく一般道のオービスかな、オービスかな、はい、だったら80いくつまでは余裕で出せるっていう話があって、はい、で一般道のオービスだったら60、まあ70、80ぐらいでカメラ光ったりするじゃない、はい、そうです ね、自動車専用道とかの。そうですね。あ、でも100ぐらいいかないと多分光んないですよ。光んない。僕一回光られましたけど。何回かやられてますあのしかもバイクの時に光られてすごいびっくりしてギュッてかけちゃって危なかったですバイクでオービスってどうしようもないよね。だってナンバープレート前にはついてないから。はい、だから来なかったですめんどくせえなフィルムの無駄だな。はい、よくフィルムが入ってない状態をお化けと言いましたけど。ああ、はい、最近ってもうデジタルになってるからお化けはないんだろうな多分。ああ、ないのかもしれないですね。要はフィルムが切れてたとしても光ったりはするからね。もう光った瞬間にお化けでありますよそうですね祈るもんな。祈りますね。青山霊園ですか。青山霊園ですね。青山霊園ですね。もしかしたら過ぎたかな、お化けに注意過ぎてはいないか。あ、赤坂って書いてある、よかった。お化け立ち入り禁止。お化け立ち入り禁止だと結構まずいですね。ここら辺に出てると思うよ、あの人間の世界までボスっていうあのトンネル越えると出るよ多分マジですか、うん、いやー、そう言われるとちょっとトンネル怖いですね君たちにうちの幽霊を一体だけお土産につけておこうと。いやー、迷惑なお土産ですねそれ。